こんにちはククラシックギタリストの高橋義太田です今回は前回お話しした第1次世界大戦についての続きですけれどもその第1次世界大戦に学ぶ我々の生き方ということについて話をさせていただきたいと思います。それはですね全てに勝とうとせず少しの負けを受け入れるとあるいは売られた喧嘩を買わないと。 いいいうことにつてて話をさせていただきます第一次世界大戦を要約しますともともとは皇太子一人だけの犠牲でしたもちろんね一人の尊い命が奪われたということはありますけれどもそこででもやめておけばその皇太子だけの犠牲で終わったわけですしかしそれに対してドイツが手を挙げてしまったために ドイツは177万人そして、えー、戦勝国であったフランスも136万人という多大なる命が奪われましたですから戦争というのは勝っても負けても失うものが大きくどちらも損をしてしまいますこれを個人レベルに立ち返って考えてみると ちょっと対人関係で,す、ね、でカットすることってあると思うんですね私も、まあ、これまでもたくさんありましたし今も全くないということではありませんそれで、えー、カットするようなことがあるとあるいはバカにされたりすると、えーまああのー、ギャフンと言わせようとか仕返しをしてやろうとか、ね、懲らしめてやろうとか いうふうにどうしても思ってしまって、えー、相手に手を出したりとかあー、相手に余計な一言を言って、えー、そこで、えー、ちょっとしたバトルが起きるとか、いざこざが起きるということって、まああると思います。それで、まあその手の暴力であったり、あるいは言葉で論破するとかいうことは、 まあ、できなくはないかと思います。その力次第では。できなくはないと思うのですが、やはり、相手を手の暴力でも言葉であったとしても、まあ、あの、圧倒するためには、それなりの労力を要します。そして、終わった後に、何というか、仮に、あの、相手を論破したとしても、何か、あの、 すごく疲れるし結局、なんでこんなことをわざわざ相手と言い争ったんだろうという風に何も得るものがなかったなとかいうこともあります、そしてその仮に論破された相手というのは、うん、あのその場では、ああ、そうかという態度をとるかもしれませんけれどもやはりどこかで、えー、より憎しみをこう生んでですね 次、相手が何かしてきたらもっとギャフンと言わせてやろうという、まあ、より大きい仕返しをこう考えるということが、まあ、よくありますですから、まあ、あのちょっと、ね、カッとなったり相手が、ねあのまあ、こちらが思うに至らないということがあったとしても、まあえて小さい負けを受け入れると。 まああの先ほどの第一次世界大戦の例えで言うと一、まあ、人の犠牲だけでとどめておくとマイナス1だけの負けにとどめておくとそれで無理やり喧嘩したところで、まあ、勝つかもしれないけれどもそれは例えばマイナス136対マイナス177みたいなもうどっちも疲弊しきっていると、まあ、勝ちは勝ちだけでも結局両方とも疲れきってるよねと。 いうふうにどちらも損だよねということが結局、まあ、客観的に見るとそういうことはあると思うのでマイナス1ぐらいの負けでとどめておくということですねあえて負け小さい負けを受け入れるとで売られた喧嘩も買わない相手がカッとなってもこちらは、うん、そういうふうにカットならない、ね、落ち着いて対応するとあるいは放っておくということをすると 結局その相手の怒りも時間とともにあのだんだん収まってくるということはよくあります。うん、で長い目で見ると結局こう、無駄な喧嘩をせずに結局もともと自分が持っているエネルギーをその相手をどうにかしてやろうじゃなくて自分の目標のためにこう費やす、うん、ことができるということはよくあるので、うん、あえて小さい負けを受け入れるという姿勢は えこう人間関係、個人間に立ち返っても大切なことではないかなというふうに今回、ちょっとあの第1次世界大戦のところから私は感じました、はいまあ、あとは皆さんなりに思うことはあると思うのでそういう歴史的な事実からこう我々のね今後の在り方というのをいろいろ学んでいく必要はあるのではないかなと思いました。はい 今後もね、いろいろな本を読んで、そこから、そこに書いてあること、あるいはそこから学んだことというのを、えー、この YouTube チャンネル上でも共有させていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。では、今日も一日お元気にお過ごしください。どうもありがとうございました。